そして節氏は上部三部経を総合的に考えると、まあ、特に二大家分人が登場するとこなんかは王子阿闍梓阿闍梓王子の位で出てますからね。そして「法華経序本」ではもう王様の位についてますからね。なるほど。しかもあの時はまだ阿闍梓王は仏門に入門する前の、まだお父さん殺すようなことをして大暴れしてたような時代背景じゃないですか。でもはっきり法華経序本ではもうお釈迦様に深々とこう来迎してるわけですね。ってことは明らかに説寺は浄土三部経の方が前、浄土法華経の方が後ってことになると、そうなるとやっぱりこれはまあよく言われるけど、仮に大地と説いてあっても最大地と説いてあっても人間の遺言と同じで、先般後半のご飯を取るべしと。一人の人物の遺言が何通かあった場合に、一番最後の息を引き取る直前のやっぱり遺言を取るのが筋道っていう道理がね、お釈迦様の仏教典においても、もし仮に仏教典の中に矛盾というものがあるとするならば、それをそう解釈していくことが正当な論議だと思うんだよなるほど。いや、ごもっともですね。ね。いや、そのお釈迦様のご一代でですね、説かれたその時代区分といいますか、最後に説かれたのが法華経であるというところは、もうそのままの事実だと思いますので、そうでなかろうかなというふうに思いますね。で、緻密にやはり、経典を理解するというところも、おそらくおっしゃってるところ、法華経がお釈迦様の本当に言いたかったことだというところでは正しいような気がしますね。